間違いない。今俺の目の前にいるのは歴代最強のデッキを持つ遊戯さん。ビビったか。冗談だろ。最強のデッキ、最強のデュエリスト、これで燃えてこなけりゃ俺は偽物のデュエリストだぜ。これが俺にとっての本当の卒業デュエルだ。デュエル、俺のターン、ドロー。マジックカード融合。手札のバーストレディとフェザーマンを融合。現れろ、エレメンタルヒーロー、フレームウィングマン。カードを1枚伏せ、ターンエンド。エレメンタルヒーロー、初めて見るカードだ。ユギさん、これが俺のエレメンタルヒーローデッキさ。エレメンタルヒーロー、そんなデッキを使うデュエリストがいたなんて。僕のターン、ドロー。僕はホーリーエルフを守備表示で召喚。そして速攻魔法ディメンションマジック。フィールドに魔法使い族モンスターがあるとき、モンスター1体を生贄に捧げ、手札から新たな魔法使い族モンスターを特殊召喚する。僕はホーリーエルフを生贄に捧げ、現れろ、ブラックマジシャン。おお、これが本物のブラックマジシャン。鳥肌立ったぜ。ディメンションマジックの効果発動。フィールドのモンスター1体を破壊する。フレームウィングマン。バカ、ブラックマジシャンに見とれてる場合か。分かってるよ。まだ僕の攻撃は残っている。ブラックマジシャンダイレクトアタックだ。ブラックマジック、トラップ発動、攻撃の無力化。危ねえ。カードを2枚伏せ、ターンエンド。やるね、十代君。僕の二段攻撃をしのぎ切った。すごい。見た目の優しさとは裏腹に、一気呵成に攻めてくる。攻撃の無力化がなければ、大ダメージを受けていた。うちに秘めた闘志、揺るがない自信。やはりこの人は、半端じゃなく強い。俺のターン、ドロー。エレメンタルヒーロー、バブルマンを守備表示で召喚。バブルマンの効果発動。召喚に成功し、自分のフィールドに他のカードがないとき、デッキから2枚カードをドローできる。カードを3枚セットし、ターンエンド。行くよ、僕のターン、ドロー。僕は翻弄するエルフの剣士を召喚。そしてマジックカード、サウザンドナイフ。自分のフィールドにブラックマジシャンがいるとき、相手モンスター1体を破壊する。よし、これで10代くんのモンスターはいなくなった。今だ、ブラックマジシャン、10代くんにダイレクトアタック。トラップ発動、ヒーロー剣山。相手が攻撃してきた時、自分の手札からランダムにカードを選び、それがモンスターだった時に召喚する。俺の手札は1枚。現れろ、エレメンタルヒーロー、レオヘ。どうやらそれが君のデッキのエースみたいだね、ユギさん。あなたのデッキの象徴がブラックマジシャンなら、俺のデッキの象徴、それがエレメンタルヒーローネオス。ユギさん、勝負はまだこれからだ。来い、十代くん。ユギさん、あなたのデッキの象徴がブラックマジシャンなら、俺のデッキの象徴、それがエレメンタルヒーローネオス。ユギさん、勝負はまだこれからだ。来い、
十代くん、ブラックマジシャンとネオスの攻撃力は同じ。僕はバトルを中断してターンエンド。俺のターン、ドロー。カードガンナーを召喚。カードガンナーはデッキのカードを3枚墓地へ送り、このターンのみ1枚につき攻撃力を500ポイントアップさせる。さらに装備魔法ネオスフォースを発動。装備したネオスの攻撃力を800ポイントアップさせる。攻撃力3300。そしてネオスがバトルで相手のモンスターを破壊した時、破壊したモンスターの攻撃力分のダメージを相手に与える。いけネオス。うかつだよ10代くん。トラップ発動、聖なるバリアミラーフォース。何？ミラーフォースは相手モンスターが攻撃するとき、相手フィールドの攻撃表示モンスターを全て破壊する。ネオス！カードガンナーの効果発動。カードガンナーが破壊されたとき、デッキからカードを1枚ドロー。さらにトラップ発動、デス&リバース。自分のターンのバトルで通常モンスターが破壊されたとき、相手フィールドのモンスター1体を破壊して、破壊された自分のモンスターを特殊召喚する。俺が破壊の対象に選ぶのはブラックマジシャン。ならば僕もトラップ発動、シフトチェンジ。このカードの効果で僕はブラックマジシャンへの指定を翻弄するエルフの剣士に変更。よみがえれネオス。デス&リバースの効果でよみがえったモンスターはこのターンバトルを行わなければならない。いけネオス。いけブラックマジシャン。ネオス。ブラックマジシャン。今の攻撃をかわすとはさすが遊戯さん。僕のミラーフォースを読んでカウンターを仕掛けてくるなんて。僕のターン、ドロー。マグネットウォーリアーアルファを召喚。いけマグネットウォーリアーアルファ。10代君にダイレクトアタック。時空剣一閃。ネクロガードナーの効果発動。墓地にあるネクロガードナーをゲームから除外し、攻撃を一度だけ無効にする。そうか、さっきのカードガンナーの効果の時すでにネクロガードナーを捨てていたんだ。すごい、十代くんは自分のデッキをまるで手足のように操っている。俺のターン、ドロー。来いスパークマン。行けスパークマン、スパークフラッシュ。マグネットウォーリア。僕のターン、ドロー。疾風の暗黒騎士ガイアを召喚。暗黒騎士ガイアは手札がこのカードだけの時、生贄なしで召喚できる。行けガイア。スパイラルシェイバー。ライフを逆転された。いくら戦術を読み切ったつもりでも読み切れない。俺のターン、ドロー。ネクロダークマンの効果発動。ネクロダークマンが墓地にあるとき、一度だけエレメンタルヒーローを生贄なしで召喚できる。現れろエレメンタルヒーロー、エッジマン。さらに装備魔法インパクトフリップ。このカードを装備したモンスターがバトルで相手モンスターを破壊したとき、相手のデッキのカードを1枚墓地へ送る。いけエッジマン。僕のターン、ドロー。マジックカード天よりの宝札。互いのプレイヤーは手札が6枚になるようドローする。
僕はワタポンを特殊召喚。ワタポン、ワタポンはマジックの効果によってデッキから手札に加わった時特殊召喚できる。そしてワタポンを生贄に。現れろブラックマジシャンガール。これが遊戯さんのブラックマジシャンガール。ショーに見せてやりたかったぜ。ブラックマジシャンガールは墓地にあるブラックマジシャンの数だけ攻撃力が300ポイントアップする。行けブラックマジシャンガール。バカな、エッジマンの攻撃力は2600。ブラックバーニング。そんな、自分より攻撃力の高いモンスターを攻撃するなんて。そんなことはないよ。これは、さっきインパクトフリップの効果で墓地に送った僕のカードはギルファーデーモン。このモンスターは墓地に送られた時相手の装備カードとなって攻撃力を500ポイントダウンさせる。何？インパクトフリップの効果発動。このカードが墓地へ送られた時お互いのデッキからカードを1枚ドローする。僕はカードを3枚セットしてターンエンド。やっぱりこの人はとんでもないデュエリストだ。俺が繰り出す攻撃の全て上を行く。怖いのか。怖い？見ろよ自分の手を。俺が怯えている。だが本当は違う。僕には君の心がわかる。君は今こそ失ったものを取り戻そうとしている。失ったもの？君はこの3年間でとても強くなった。そしていくつもの試練を乗り越え頼もしい大人に成長した。けれどそのために失ったものもある。失ったもの？そう、君自身は気づいていない大切なもの。君はそれを取り戻さなければならない。俺が失ってしまったもの、分かってきたよ。それが何か。ごめんよ、なんだか急におかしくなって。いや、俺もきっと同じことを考えてました。遊戯さん強すぎだよ。マジ強え。こんな強い人に会ったことがないってくらい。それは君だよ。僕も君ほどデッキと深い絆で結ばれたデュエリストを知らない。ユベル、お前の言う通りだ。俺はきっとこのデュエルで自分の失ったものを取り戻せる。デュエルが誰とでも楽しいわけじゃないことを知った。デュエルに重大な責任が伴う時があることも知った。それを引き受ける覚悟が大人になるということで。けど決して忘れちゃいけないことがある。それをこの人なら、この人の強さなら取り戻させてくれる。俺のターン、全力で行くぜ遊戯さん。俺のターン、全力で行くぜ遊戯さん。来い十代くん、ドロー。永続魔法ヒーローズギルド発動。互いのプレイヤーはデッキの一番上が戦士族だった時そのカードを手札に加え、そうでなければ墓地に送る。俺のカードはグランモールはバトルした相手モンスターをお手札に戻す強力なカードだが、岩石族。しかし方法はある。速攻魔法コードチェンジ発動。カードに記された種族を自分の指定した種族に変更できる。俺はヒーローズギルドに記された戦士族を。そうはさせないよ。トラップ発動、精霊の鏡。魔法効果をこの鏡の中に封印する。
残念ながら僕のカードは戦士族じゃない。だが俺の全力はまだまだこんなものじゃない。マジックカード悪空間バトル。お互いのプレイヤーはデッキから3体のモンスターを選び、1体ずつ同時に見せる。攻撃力の低いモンスターを出したプレイヤーは500ポイントのダメージを受け、そのカードを墓地に送り、攻撃力の高いモンスターを出したプレイヤーはそのカードを手札に加える。行くぜ遊戯さん。うん、現れろ俺の3体のモンスターたち。来い僕のモンスターたち。よし、バスターブレイダー破壊剣一閃、カオスソルジャーカオスブレード、マグネットバルキリオン、マグネットセイバー。俺は3枚のカードを墓地へ送り、僕は3枚を手札に加える。よし、これで俺の準備は整った。しまった、今のバトルで十代君は選んだカードをわざと墓地に。行くぜ遊戯さん、これがエレメンタルヒーローデッキの力だ。マジックカードミラクルフュージョン。フィールドか墓地から決められたモンスターを除外し、エレメンタルヒーローを特殊召喚する。墓地のフレームウィングマンとスパークマンを除外し、現れろシャイニングフレアウィングマン。シャイニングフレアウィングマンの攻撃力は墓地のエレメンタルヒーロー1体につき300ポイントアップ。さらにマジックカードミラクルコンタクト。フィールドか墓地の融合素材モンスターをデッキに戻し、ネオスと融合したモンスターを特殊召喚する。墓地のネオス、クランモール、フレアスカラベをデッキに戻し、トリプルコンタクト融合。現れろエレメンタルヒーローマグマネオス。フィールド魔法発動、ネオスペース。ネオスペースはマグマネオスの攻撃力を500ポイントアップする。そしてマグマネオスの能力でフィールドのカード1枚につきさらに400ポイントアップ。攻撃力4300と6300のモンスター。これが俺のエレメンタルヒーローたちの可能性だ遊戯さん。すごいすごいよ。行けマグマネオス、スーパーヒートメテオ。けど僕のブラックマジシャンガールも全ての攻撃を跳ね返す魔術を持っている。トランプ発動マジックシリンダー。何？マジックシリンダーは相手の攻撃を無効にし、その攻撃を跳ね返す。速攻魔法コンタクトアウト。マグマネオスの融合を解除する。マジックシリンダーをかわした。俺にはまだシャイニングフレアウィングマンの攻撃が残っている。いけ！シャイニングフレアウィングマンはバトルで破壊したモンスターの攻撃力分だけ相手にダメージを与える。このデュエルはもらった。それはどうかな。来るぞ、キングオブデュエリストに眠るもう一つの魂が。何？あれが伝説の名もなきファラオの魂。相棒、ここは俺にやらせてくれないか。もう一人の僕。彼の強さに俺のデュエリストの魂がさっきからうずいて仕方ないのさ。うん、任せたよ、もう一人の僕。行くぜ十代君。トラップ発動、クロマ族復活の棺。相手がモンスターを召喚した時、そのモンスターと自分のモンスターを生贄に、墓地のクロマ族を一体復活させる。俺は君のグランモールとブラックマッチャンガールを生贄に。
墓地のモンスターを復活させる。まさかブラックマジシャンを。いや、俺はこの瞬間精霊の鏡に宿ったコードチェンジの効果を発動する。このカードはカードテキストに記された種族を自分の選んだ種族に変更できる。まさか。残念ながら僕のカードは戦士族じゃない。あの時のカードは。そう、俺が呼び出すのはクロマ族ではなく神。現れろ、オシリスの天空竜。これが神。十代君、君ほどのデュエリストならその相手は神こそがふさわしい。遊戯さん、俺は忘れない。あなたが俺に送ってくれた最高の贈り物、最高の時間。ええ、望むところですよ。こんな相手と戦えるなんて超ワクワクするぜ。そう来なくては。本当の勝負はここからだ。ええ、俺はあなたのおかげで取り戻せた。俺が知らない間に失っていたもの、どんな大人になろうと決して忘れてはいけないもの。行くぞ、ネオン。もうどんなことがあっても忘れない。どんな時でも素直にデュエルを楽しむ気持ちを。遊戯さん、俺はもっと強くなる。その時はきっとまた。ありがとう、遊戯さん。ガッチャ、楽しいデュエルだったぜ。